こんにちは、チャイ&シナモンのシナモンです。今日は町田駅からすぐのザ・カフェさんに来てみました。魅力的なメニューがたくさん。どれにしようかな、迷ってしまいます。こちらの2階です。では行ってきます。予約番号を取って3番目ぐらいになると電話が来ます。割と早かったです。お店の中はクラシックな感じですね。モダンカフェっていうのかな。すごくおしゃれな、かっこいいお店です。チャイはまたチャイが気になるようです。喫茶店といえば変なことを思い出しました。高校1年生の時に男の子と田舎の小さな喫茶店に来ました。アイスコーヒーを注文したら、その子がお砂糖いくつって何度も聞くので、アイスなのに溶けないよと思ったけれども、2つと仕方なく言いました。年を重ねると昔のことを思い出します。シナモンはクラシック喫茶プリンセットにしました。上の白い部分はホイップクリームです。カラメルソースととっても合います。エビの卵をたっぷり使った濃厚プリンなんだって。ボリューミーでお腹いっぱいになります。チャイはプリンアラモード、フルーツたっぷりで豪華だね。子供の頃、デパートの上のレストランでおねだりしてプリンアラモードを食べたことを思い出します。喫茶店の時代はおしゃれなカフェに憧れて、今は昭和の喫茶店が懐かしくなる。なんだか子供の頃に戻りたくなったな。こちらのカフェはレトロな喫茶店の雰囲気をそのまま残して、おしゃれで開放的な、とっても居心地が良いカフェです。老若男女に人気なのがよくわかります。美味しくて大満足でした。昭和と令和の2つの雰囲気を持つカフェ、ザ・カフェ、名前から自信を感じます。口の中が甘くなったので小籠包が食べたくなりました。残念、小籠包はお休みでした。せっかく来たので仲見世商店を見てみます。仲見世商店はアットホームなお店がたくさん入っています。食べ歩きもできて穴場スポットです。お休みのお店が多いのでまた出直します。残念。町田から青葉台に移動しました。日本で初めてタンメンを出したお店の青葉台店に来てみました。シナモンはサンマーメンにしてみました。神奈川のご当地ラーメンです。
最初サンマー麺はサンマが入ってると思ってました。醤油ベースで野菜が入ってあんかけで美味しいです。こちらのお店は女性もお一人様も入りやすいお店です。タンメンは野菜の旨味が溶け込んで塩味でとっても美味しいです。一度食べてみてください。今日はマノンちゃんも待ってるので帰ることにしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。双子姉妹を応援してね。